この動画では台風や大雨がもたらす被害についてそれぞれ紹介いたします。台風は大きく分けて風による被害、高潮による被害、雨水による被害の3種類があります。まずは風による被害からご説明します。瓦や看板などの物を飛ばし人や建物に被害を与えるほか、航空機や船舶の欠航、鉄道の運休などの交通障害、断水や停電、電話の不通などライフラインへの被害が考えられます。沖から吹き寄せる暴風や気圧の低下により海面が平常の状態以上に高くなることがあります。この現象を高潮と言います。気圧が1ヘクトパスカル下がると海面は1センチメートル高くなります。高潮による最も大きな被害では1959年の伊勢湾台風が挙げられます。台風は大雨を伴うことが多く、一つの台風が日本に降らす雨の総量は何百億トンにも達すると言われています。大雨により河川の氾濫、低地の浸水、山崩れ、崖崩れなどの災害が発生します。次に大雨の被害について見ていきましょう。名古屋市に過去大きな被害をもたらした3つの風水害を例に、大雨がもたらす各種被害の内容を紹介します。愛知県内の河川の45箇所で堤防決壊、床上・床下浸水家屋は6万5000棟に及びました。堤防決壊とは河川の増水により堤防が壊れることを言います。中村区や中川区を中心に内水氾濫などにより1万1000棟に及ぶ床上・床下浸水家屋が発生しました。内水氾濫とは大雨により河川の水位が上昇し、河川街において住宅地などの排水が困難となることで浸水することを言います。庄内川の堤防氾濫、越水などにより378棟に及ぶ床上・床下浸水家屋が発生しました。堤防氾濫、越水とは河川の水位が上昇し堤防を越えて水が溢れ出ることを言います。こうした災害から自分たちの命を守るために、あらかじめハザードマップを確認し、適切な避難行動について家族で話し合うことが重要です。